はい、皆さんもご存知のことだと思いますけども、コメディアンのね、志村けんさんがお亡くなりになりまして、非常に悲しいなと私も思います。志村けんさんといえば、もうとにかくね、名前を聞いただけでもこう笑っちゃうようなね、そういう方だったんですけども、初めてね、志村けんさんの名前を聞いて、その笑いが出なかった、そんな報告でした。そんな訃報でした。いや本当にね、安らかにお休みくださいと言いますか、どこに行ってもこれからね、多くの人を笑わせていただきたいなと思います。で、私はね、もう人生生まれてからずっと志村ギャグで来たようなもんですから、本当に私の人生を構築した部分もあるかなというふうなね、まあ恩人とも言える方かもしれません。で、人っていうのはね、やっぱ生きているのとか健康でいることって私は奇跡だと思うんですよ。だからね、早くやらなくちゃって思うんですよね。で、もともと命っていうのが奇跡ですから、ですからその命が今日も明日も続いていくっていうのはとってもですね、奇跡なんですよね。で、これをやっぱり忘れてしまうんですよ。明日やろうとかね、今度やろうとかね、またやればいいさとか、明日があるさとかになっちゃうんですよ。違う、明日なんてないんですよ。今日やらないと明日なんて来ないんですよ。今日頑張ったものだけに明日が来るんですよね。まあ志村けんさんは突っ走りまくって人生をね、使い切ったんではないかなと思います。ただちょっとね、悔やまれますね。これは私のちょっと変な推測なんですけども、志村けんさんはお仕事が終わった後ね、もしかしたらお酒を飲みに夜の街に出たりとかね、後輩とか弟子とかを連れて大盤振る舞いしたのかもしれません。まあそういう不摂生もたたったりとか、その中で、まあ例のね、今流行りの病気にかかったりとか、いろいろあったのかもしれないですよね。はい、まあそれでね、本当に生命っていうのは奇跡だなと思うの中に、まあ、私もね、子供が生まれましたけども、出生率っていうのが落ちているという話があります。これはね、正解のようで正解じゃないんですよ。実はね、女性が子供を産む人数ってそんなに大きく下がってないんですよ。ほぼ一緒だと言ってもいいぐらいです。じゃあなんでね、子供が生まれないのか。それはですね、恋愛、結婚、そして出産というね、この恋愛とか結婚がないんですよ。こっちが減ってるんですよ。だからなかなかカップルができないんで、結局女性は出産をするときに、その子供を産む人数自体はそんなに変わってないんだけども、子供を産む機会に恵まれてない男女が今ね、増えているから、要するにカップルができないからね、少ないカップルが同じ出生率で子供を産んでもどんどん人が減っていくってことです。まあ、そう考えるとね、多くの人って何やってるんですかね。恋愛をするわけでもないし、まあ、車大好きでね、いじるわけでもないし、旅行あっちこっち行くわけでもないし、ビジネスでお金を儲けてるわけでもないし、何なんですかね。なんか人生とか健康とか生命って奇跡なんですよ。絶対に何かをしろとまでは言えないですけども、さすがに20年30年40年50年生きてきて、何かね、自分のことを名前以外で語れる代名詞っていうのができる頃だと思うんですけどね。まあ私の顔を見ると速稼塾っていうのがイコールだったりね、するかもしれませんし、もしかしたらある人にとってみたら、何々さんは釣りがむちゃくちゃ好きだよねみたいなね、そんな代名詞ってのが人生歩んでいくとあるはずなんですけども、どうなってるんでしょうね。何をしてるんでしょうかと思うんですよ。だからね、もったいない、本当に。私から言えば、その何もしてない人生くれよって感じなんですよ。まだまだね、やりきれない、果たしきれないものがあるわけですよね。体が2つあったら3つあったらと思うこともあります。体が2つとか3つあったら、もう2倍3倍のんびりしますね、私はね。まだまだ私は、時間が欲しいし、1日30時間とか50時間ってもいいと思って、まだまだ動画をね、どんどん世に送り出したいなと思いますしね。まあいろんな状況が皆さんそれぞれあるんでね、まあそれは何とも言えませんけども、いや、生きてるのって奇跡ですよ。生まれてくるのが奇跡、全てが、いつ終わるか分かんないんですよ。で、今回ね、志村けんさんの話戻りますけども、志村けんさん、またドリフとかね、バカ殿様で来てくれるんだろうと思っていたら、もう来てくれないんですよね。もう作品は増えません。まあ入院したって言ってもどうせ戻ってくるんじゃないのっていうふうに、やっぱ私も思っちゃいました。でも、
まあ実際はですね、あっという間にお亡くなりになったんですよね。本当に入院しましたとかね、一時は重症でしたってニュースが入って、次お亡くなりになりました。本当に電光石火です。3日ぐらいで、2日3日でね、志村けんさんの名前を聞いて入院したってことを知って、永眠したということを知るというね。だからね、本当明日やればいいとかね、今日は疲れたからまあ明日やろうかな、本当にね後悔しますよ。そんな今日やらなかったことで後でやったことってありますかってことですよね。だから金持ちになるのは明日に譲らなくていいです。今日金持ちになってください。もう今日億万長者になってほしいと思います。もちろん簡単ではないですけどね、簡単ではないけども、人生を簡単にするためには難しいことでもやっていかないといけないと。でそのまんまやらないままだと人生はより難しく複雑になっていくのではないかなと思うんですよね。はい、ではですね、本当に梅を増やすという時代ではないですけども、生命っていうのはね本当に希少なんで、その希少な生命が一人でも多くこの国に生まれてくるといいなっていうことと、あとはね、志村けんさんに哀悼の意を表して